悟り世代たち集合、ロードするね。トークスタート。 YouTube を見てる人たち、こんにちは。エリーこと猫ざますエリー3世です。少し前にね、東京タラレバ娘のキャストについていろいろ言ったんだけど、今日はね、ファンがやって欲しかったキャストを発表したいと思います。リンコ、小野、マチコ、かおり、片瀬、ナナ、小雪、マキ、ヨウコ、この3人に実際ファンはやって欲しかったみたいですわ。この3人も一般の人から見ればめっちゃ美人で、現実感はあんまりないけど、というか結婚できると思うし。でも今のキャストよりはマシかな。マキヨウコも最近脳内なんとかって映画で独身のイケてない女性を演じてたし、片瀬奈々さんなんかは最近おばさん役が定着しつつある。改めて見ると現実感はあるかもだな。今のエイクラナナなんか幸せオーラがもう出ちゃって、全くハマってないもん。普通に可愛いだけじゃん、あれ。これからさ、少女漫画をさ、ドラマにするんだったら、事前にアンケートを一般視聴者から取って大役を決めるべきだよ。あと売れない役者さんを使うのもいいよね。とにかく視聴率を取るために有名な役者を使うのは今の時代ナンセンスなんじゃないと私は思います。あ、でもキー役の坂口健太郎くんだけは原作のイメージにぴったりだったな。そこだけは褒めといてあげるね。では今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。バイバイちゃん。今日もラジオのような私たちの動画見てくれてありがとうね。気に入ったらチャンネル登録よろしくね。ボタン押すだけだから、ほら、うん、もうわかったよ。じゃあ、ね、じゃ、い、絶対押してね。ここまで可愛く言ってやったんだ、お前ら絶対登録しろよな。